はいどうも皆さん、四季島と申します。とけ、今回はとうとう開きました。テストサーバー内にて新しいマッチメイキングシステムが公開されましたので、今回はそちらの方をつらつらと確認していきたいと思います。はい、とうとう来ましたマッチメイキングシステムね。で、今回ね、公開された新しいマッチメイキングシステムなんですけども、なんとですね、私を含めまして多くの人が予想していた PR システムとは全く違う、全く新しい、マッチングシステムであるということが分かりました。はい、ということで、今回はそんな新しいマッチングシステムに関して説明していくんですけれども、結構複雑なルールかつ説明がめんどくさい、ね、システムだったりするので、私の方でも頑張って、説明していきますけれども、今回実装された新しいマッチングシステム、それがマップマッチングシステムと呼ばれるようなものです。というわけでね、ちょっとね、実例を挙げて説明した方が良さそうだとは思うんで、そうですね、ZK383 が一番いいかな。これですね、ZK383 の、実例を挙げて説明するんですけども、ここです。ここが、今回の新しいシステムの中核となる部分となります。はい。ちょっとね、この辺りではちょっと見づらいかもしれませんのでね、あとで編集で拡大しておくと思うんですけども、で、ここで一番大事なのが、ここですね、上と下の部分です。で、上が好ましいマップで、下が好ましくないマップという意味合いになっています。で、この ZK383 の場合ですと、好ましいマップとされるのが S スターリングラード、 T チュニジア、 N ノルマンディ、 B ベルリン、これらのマップが好ましいとされています。この ZK383 はね、つまり ZK383 はスターリングラード、チュニジア、ノルマンディ、ベルリンのマップとマッチングする一方で、このモスクワの方は望ましくないということで、モスクワのマップとはマッチングしないよという意味合いになります。これがいわゆるこの ZK383 の、マップマッチングのタグという形になります。という形で、全ての武器にね、こんな感じで好ましいマップ、好ましくないマップというのがタグ付けされたのが今回の新しいマッチングシステムの中核となります。はい、という説明なんですけど、ちゃんと説明できてますかね。で、ここからなんですけども、ここからね、ちょっとね、複雑な話になるんですけども、この、ZK383 はモスクワの方では出せないんですけれども、一方でこちら MP40 の方はモスクワで出せますよ、好ましいですよというふうにタグ付けされています。ということはですよ、ということはこの MP40 と ZK383 を同時に同じ出撃編成に加えたらどうなるのという話ですね。矛盾してしまうわけですよ、ね、ZK383 はモスクワダメですよって言ってるのに、 MP40 の方はモスクワ連れて行けますよみたいな風に表記されているわけですからね。こういった、矛盾が発生した場合どうなるかと言いますと、公式曰くですね、好ましいマップと好ましくないマップの場合、好ましくないマップの方の権限が強いそうです。こっちの方が、好ましくない方が優先されるということなので、この ZK383 のこの好ましくない、モスクワは好ましくないよというのが優先されますので、 MP40 を持っていったとしてもモスクワキャンペーンのマップとマッチングすることはないということになるそうです。というのがね、今回実装された新しいマッチングシステムの中核となす話ですね。うまく説明できるかどうかちょっと不安なんですけども、こんな感じです。はい、本当にちょっと覚えるのが大変だし、管理するのも大変なんですけども、おさらいしますとこんな感じでね、好ましいマップと好ましくないマップ の、好き嫌いが武器にそれぞれタグ付けされてるよという話なんですけども、一応例外もありまして、これですね、このドリリングに関しましては好ましいマップの表記はあるんですけども、好ましくないマップの表記がないですね。ということなので、このドリリングの場合ベルリンが否定されてないので、なのでさっきのね MP40 のようなね、ベルリン行けますぜみたいな、これですね、MP40 はベルリン行けるので、
MP40 とドリリングを同時に持っていった場合、ベルリンとマッチングする可能性があります、このあたりもねちゃんと覚えておかないとダメですね。はい、というわけで、じゃあここからはですね、この新しいマッチングシステムにおいて問題視されている部分に関して説明していきたいと思います、やっぱりフォーラムでね、やっぱり今回のこのマッチングシステムでいくつか荒れてる部分があるんですけれども、まず一つ目がですね、今回のマッチングシステムだと初心者救済がそこまで完全じゃないという点が挙げられます。はい、例えばですね、このドイツの初期武器のゲベア33なんですけれども、好ましいマップとしてモスクワとノルマンディが設定されています。ノルマンディ、つまりですね、連合国のこの M2 カービンですね、 M2 カービンもノルマンディが好ましいと設定されているため、 M2 カービン VS ゲウェア33という初期武器 VS 最高ランクの武器という対立構造というのがどうしても変えられていないという点が挙げられるんですね。ってなってしまいますね、このあたりね、まあということなので、厳格なね BR 性を求めて、初心者救済を求めていた人たちからすると、不満の声が結構上がっていますね、あと一応話しておくんですけれども、今ね私が話している話というのはあくまでテストサーバーの中の話です、フィードバックが生かされる修正前のテストサーバーの話ですので、後日ねいろんなところが修正される可能性がありますので、そのあたりをね前提にお気をつけながら聞いていただきたいんですけれども、じゃあ次の、今回のマッチングシステムの特徴なんですが、いわゆるですね強いとされる武器が、結構マップに偏っちゃうという話です。今ね MKB42 が映ってるんですけれども、 MKB42 を含むアサルトライフルですね、全ての、国の強武器なんかがこのノルマンディとベルリンの方に固まってしまうと、そう限定武器ですね、こんな感じでチュニジアとかモスクワ、スターリングラードでは出せませんよという風になってるんですよ。そう MKB ってね今ねモスクワとスターリングラードで出せますけれども、今後はですね、ノルマンディとベルリン限定の武器になります、あとは MP43 とか STG44 は、現状と同じなんですけれども、こんな感じでねアサルトライフル系などの強い武器というのがノルマンディ系列になっちゃうんですよ、であとこのシュパーギンもそうですね、シュパーギンもベルリン限定になります。モスクワとスターリングラードでは出せません。あとフェドロフですね、フェドロフの方もやっぱりベルリン限定となっています。モスクワの方では出せませんね。今だとねモスクワで結構暴れてるんですけれども、今後はベルリン限定ですね。であとアメリカの M2 カービンですね、 M2 カービンも、ノルマンディ限定になります。太平洋では出せなくなります。そう、こんな感じで強いとされる武器ですね、強いっていうか、ティア5ですね、ティア5全体が、大体ノルマンディとベルリン限定武器としてなっているという形になります、集中しちゃうんですよ。そうノルマンディとベルリンに強武器が集中しちゃうと、例えばこのキラーアイもねモスクワとスターリングラードで出せなくて、やっぱりノルマンディとベルリンで出せるようになるという形ですね。本当に強武器だけですね、そう強武器だけが、ノルマンディベルリンに集まるんですけれども、こういったゲウェア33なんかがそんな地獄みたいなノルマンディに出せてしまうというところで、なんかこのあたりのねなんかちょっとバランス感覚がちょっとおかしいなっていう形でやっぱり問題視されてますね、一応もう一回念のために言っておくんですけども、このあたりはね修正される可能性はありますね。やっぱりフォーラムでもねやっぱり突っ込まれてんですよ、このあたりおかしいでしょみたいな形で、なのでそのあたりのフィードバックを生かして修正される可能性があるというのは重ねて、一応申し上げておきますけどね、そうですね、フェドロフがねモスクワ離れるっていうのは私としては嬉しいかなって思うんですけど、シュパーギンな、シュパーギンがモスクワ、スターリングラードで使えなくなるっていうのはねベルリン限定になっちゃうんですよね。そのあたりは泣いていいのか笑っていいのか分かんないですねこのあたりは人の好みそれぞれかな。じゃあ次ちょっとねまたこっちも荒れている問題なんですけども、今回の、マッチングシステムで完全に歴史的な整合性が崩壊してしまっているという点で、ちょっと、嫌がってる人がいますね。このパンター見てもらうと分かるんですけども、パンターなんとね
チュニジアで出せるんですよ。そうチュニジアの砂漠でねパンター出てきちゃうっていうところがあって、まあちょっとね、うん、歴史的な整合性を重んじる人からすると、まあちょっと衝撃的だということですね。あとこれも本当に問題視されてるんですけども、これそうジャンボが太平洋で出せちゃうんですよ。そうこの辺りのねジャンボに関しては本当によくねネタにされちゃってるんですけども、まあ歴史的な整合性のみならずゲームバランスが本当に崩壊していると、もう日本側ねジャンボに対抗するのがすごく難しいということもあるから、まあ、この辺りなんとかしてくれっていうようなツッコミ本当多いですね。この辺りねジャンボねさすがになジャンボが太平洋出てくるの難しいですよね、日本側対応するのね、うん、まあということなんで結構フォーラムの方でもね本当よく言われてる部分ですね、ここおかしいよみたいなね、なのでまあほぼほぼ確実にね、うん、この辺りは修正されると思います。ジャンボはさすがに太平洋に出ないよっていう風に修正されると思いますね、うん、まあそうですね、まあ、ゲームバランス的にはジャンボさえなんとかしてくれればね、まあ、他シャーマンとかね105竜とかだったらまあ問題ないと思うから、本当ジャンボですね、ジャンボさえ修正してくれればいいかなっていうところがあるかな、ゲームバランス的にね。であともう一つおかしいと突っ込まれているのがあの数軸のこちらですね、イタリアの、まあ、軽戦車なんですけども、なんとですねあのチュニジアが望まれてないんですよ。そうモスクワとノルマンディに行けって言われてるんですよ。この辺りこの辺りちょっとね違和感バリバリだよねみたいな感じでちょっと突っ込まれてますね。モスクワとノルマンディでこれらのイタリアの戦車出んの、ね、セモベンテもそうなんですよ。セモベンテもやっぱりモスクワとノルマンディですね。まあチュニジア出せないよってチュニジアが否定されてないから、まあそうですね、出撃編成枠によってはまあチュニジアでも出せますけど、出せますけどこのセモベンテがモスクワの雪原走るのって形でちょっとこの辺り勘弁してくれみたいな話はありますね、うん、まあという感じで、まあ、ちょっと、うん、歴史的な整合性がもう完全に崩壊してしまっているということで、まあ、ちょっと、うん、抗議の声を上げていらっしゃる方もいらっしゃいますね、うん、まあわからんでもないですね、わからんでもないなっていうところがあるかなね、うん、はい、というわけでまあここまでね、まあ、フォーラムとかで指摘されている、まあ、今回の、まあ、マッチングシステムの問題点なんですけども、まあ、まとめますと、まあ、初心者救済があんまり、まあ、不十分だよねっていう点と、あと武器はねベルリンとノルマンディの方に強武器が固まっちゃうみたいな点、あと歴史的な整合性がもうちょっと配慮してくれっていうような話ですね、うん、まあ、この辺りがやっぱりフォーラムで荒れている原因の3つかなって思いますね、私としては、うん、まあ、もう一度言うんですけども、これ修正前ですからね、もう本当に多くのねフォーラムの人たちとかがあの運営の方にあのフィードバックですね、フィードバックをね上げていらっしゃるので、まあ、そのフィードバックを生かしてね大幅に修正される可能性は大いにあると思ってます、うん、まあということなので、まあ、今回のマッチメイキングシステムに関してのね、まあ、結論というのはまあ急がずに次の修正されたバージョンを見てから判断した方がいいかなと思いますね、うん、まあね、新しいねその修正版なんかがねあの公開されたら私の方でもね動画にしたいと思いますのでよろしくお願いします、よろしくお願いしますね、うん、何まあとりあえず引きますけど、なんださあなんかいいの来い、金チケットでいいのよ、金チケットでいいのよ、金チケットでいいのよ、ルーレットが始まんねえ、なんだこれはい、まあ、まあ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 そのうち始まるでしょルーレットね、うん、じゃあまあここからはですねおまけですね、ここからおまけです、はい、というわけでまあ各陣営のリサーチツリーの方をざっと見ていきたいと思います、ざっとね、うん、まあということなんでまあ暇な方だけお付き合いください、うん、まあじゃあ早速ソ連の方見ていきますかね、ソ連の方見ていきます、というわけでまあソ連のティア1の武器なんですけども、まあティア1の武器はですね大体モスクワ行きです、はいね、ティア5の武器がね、だいたいベルリン行きと同じようにティア1武器ですね、ティア1武器は全部モスクワ行きとなっています、うん、ねー、まあフェドロフとか、あ、さっきのか、やった、あ、300%×3 だ、やったぜやりました、はい、まあ、というわけでね、まあフェドロフとかね MKB とかいなくなる、まあ、モスクワキャンペーンはかなりおとなしめになると思うので、うん、まあいいかなと思いますね、
ただやっぱりね、この辺りのティアワン武器ってやっぱり、ベルリン行かないよとかね、そういうなんか確約欲しいですね、望ましくない場所としてベルリンみたいな、そういう指定があったらね、まあ初心者救済とも言えなくもないかなということもあるからね、そういった配慮とか欲しいかもね、ね、まあ、というわけで、まあ、こんな感じでね、ティアワンの武器はだいたいモスクワが好ましいとされていますね、まあ、この辺りはいいんですけれども、じゃあ次戦車なんかもそうですね、ティアワンのね BT7 なんかもモスクワが好ましいとされています。あ、こう T70 ね、スターリングラード卒業です。はい、まあ、スターリングラード出せないわけではないんですけどね、モスクワ行きですか。で T50 はスターリングラードで出せるようになりますね。で T34 はまあ現状とそんな変わんないですね、モスクワでもスターリングラードで出せますし、ベルリンでも出せますよっていう感じですね、まあそうですね。あと KV-1 か、あ KV-1 はモスクワダメですね、 KV-1 はダメか。でスターリングラードとベルリンで出せますぜって感じで、 T34-85 はモスクワ以外のスターリングラードだったら出せるって感じですね、やっぱり環境結構変わりますよね、スターリングラードで出せるかね。まあ AS44、まあ、この辺りはねモスクワスターリングラード出せないのはね今まで通りなんですけども、まあ本当にティア5ですか、ティア5全体がまあベルリンに封印されるって感じかなね、まあそれでまあそうですね、でもティア5以外のまあ中隊ですと、まあスターリングラードを含むって感じかな、ね、ライフルもそうなんですよ、ね、AVS もねベルリン限定になっちゃいますし、あとそうですね SBT でようやくスターリングラードを含むって感じですね、モスクワはいけないけれども、まあ、ということなんで、まあ、私個人のね感想としましては、多分ねカタツムリ側としては、低ティアの武器はモスクワ太平洋、中ティア武器はチュニジアスターリングラード、高ティア武器はノルマンディベルリンという形でなんか組み分けしたいのかなっていう印象がありますね、ね、まあこんな感じで低ティア武器はまあモスクワ行きって感じですね。なのでまあゆるふわですよ、ゆるふわ BR みたいな、そういう感覚で止めたらいいのかな、受け止めたらいいのかなって感じかな、ね、ゆるふわ BR ね、まあそんな感じの捉え方でいいと思うんですよね、ねこの辺りのね、話というのはね、まあそんな感じです。はい、まあこれがいいか悪いかに関してはまあ本当に修正版を待ってからですね。ああ、DT はモスクワダメなんですね。モスクワ行けないか。となると DP は、ああ、これもモスクワダメか。で、DP でようやくモスクワ OK って感じですね。そんな感じ。ということは、窓戦。ああ、そうですね。ベルリンは、まあ、推奨はされてませんけれども、まあ、出そうと思えば出せるって感じか。ね、モスクワとスターリングラードですね。そういえば、スフォーイどこ行った？スフォーイ is どこ？スフォーイはどこ行った？スフォー、あ、いました、サード。モスクワとスターリングラード推奨か。でワンチャンベルリンも出せますって形ですね。モスクワ飛べるか、いいんじゃないの、お、いいんじゃないのいいんじゃないの、モスクワの空飛べるの、ロケットしようよ。あ、こっちもモスクワとスターリングラード推奨ですね。でワンチャンベルリンに飛べると、いいんじゃないのね、楽しみですねこの辺りね、まあ、というわけでじゃあ次連合を見てみますか。で連合なんですけど、まあ、さっきと同じようにね、ティア1の武器はだいたい太平洋行きですね。ティア1の武器はだいたい太平洋、ステンくらいはねチュニジア推奨でもよかったと思うんですけどね、まあこの辺りはまあ修正待ちっていう感じかな、ダイムラーもね太平洋行きなんですよね、まあ、チュニジアで出せないわけじゃないんですけど、太平洋行きかが推奨されてるって感じですね、スチュアートなんかは変わんないですね。ね。で、あと、LBT も、パシフィックですね。で、ハリケーンもやっぱりパシフィックなんだよな。太平洋なんだよな。あー、で、クルセイダーでようやくパシフィック、チュニジア、ノルマンディって感じですね。カービンは変わんないですね。現状維持ですね。あ、オート5。ノルマンディとチュニジアで出せるようになってますね。いいんじゃないの？いいんじゃないの？ノルマンディはいい。あ、バイクもパシフィックとノルマンディで出せるようになってますね。ちょっと楽しいかもね。対戦車兵器は変わんないと思いますね。そのあたりですね。で、バーもやっぱり PTN ですね。で、リーンフィールドナンバー4も PTN ですね。まあ、本当にこのあたりのね、ティア隊は全部 PTN かな。
ね、ガーランドも当然ながら PTN ですね。まあ、本当にこの辺りは全部ね、今までとそんな変わんないかなっていう感じかな。ね、まああとはそうですね、まあトンプソンも変わんないですね。トンプソンもまあ大体 PTN ですね。この辺りも全然変わんないなって感じか。でまあ戦車なんですけど、まあやっぱりジャンボはね、ジャンボはさすがに太平洋は勘弁してほしいってところがあるかな。ほんとここねたくさん突っ込まれてるんで、多分ここ修正されると思いますね。まあ105流くらいだったらね、まあまあいいかなっていうところはあるんですよね、走行はね、そこまでじゃないからね、まあ105流、まあ強いとは思いますよ、強いとは思うんですけどね。で M10 も太平洋で出せると。でこの辺りもね、太平洋で出せるんですけど、クソ猫出せないんですよ。そうクソ猫、肝心要のクソ猫がね、あの太平洋とチュニジアで出せないんですよ。太平洋はともかくチュニジアで輝くねクソ猫だと思うんですけどね、ノルマンディ限定になっちゃってますね、この辺りはね、でサンダーボルトもノルマンディ限定ですね。でライトニングだと、チュニジアと太平洋で出せるんですね、ロケット弾ね、ね、この辺りのロケット弾ね、多分相当強力だと思います、太平洋とチュニジア辺りだとね。であとボーファイター出るか、太平洋出るか、ボーファイター、この辺りはね歴史的な整合性取れてますけどね、強いんですよねこのボーファイター。今チュニジアでね、やっぱりロケット8発なんですよ、ロケット8発はやっぱり強力ですよね。今後はほんとゼロ戦の人たちには頑張ってもらわないとって感じかなね。じゃあまあ次はドイツ、アクシズですね。アクシズ見ていきますか。で、アクシズの場合はね、ティア1武器でも、まあ本当にノルマンディが推奨されちゃってるんで、まあ本当に強い武器とかと対戦することになっちゃうんですよね。このあたりね。まあ、せめてノルマンディ推奨は消してほしいかなっていうところがありますかね。このあたりでさすがにね、M2 カービンとかガーランドと戦え、トンプソンと戦えっていうのはやっぱり厳しいですよね。ね、この辺りの戦車もね、ノルマンディ推奨でワンチャンスとベルリン否定されてないからベルリン行けちゃうんですよ、2号戦車ね。なので2号戦車 VSIS2 みたいな、なんかそういうのが起きちゃう可能性があるからね。この辺りをなんとかしてほしいかなって思いますね。やっぱりノルマンディ行けちゃうんだよな、この辺りな。ね、まあ連合軍側の方はね、さっきも紹介した通り、最初のねティア1の武器はだいたい太平洋って感じで、でそうですね、この辺りでようやく、ね、ノルマンディ、チュニジアノルマンディって形ですからね、それ考えるとなんかな、ドイツ本当厳しいですね。まあということなので、まあ、ドイツはねちょっと初心者の方には進めづらい勢力になっちゃいましたかね。ノルマンディ行けますからね、この辺りでね、なのでちょっと初心者に厳しいかな。そういえば D3、 あ D3 どうだ、やっぱり D3 もまあいけますかね、ノルマンディね、ベルリンはまあまあまあって感じか。まあというわけですね、こんな感じか、ちょっとドイツ厳しいかもね。でパンターがチュニジアに出せてしまうということですね。でキングタイガーだと、ノルマンディとベルリンですね。そうキングタイガーね、ベルリンじゃなくてノルマンディ出せるんですよ。そう今後はね出せます。まあこのでかいね車体が、まあノルマンディのマップに合うかどうかはまあわかんないんですけどね。ね、でドーラの方もそうですね、ノルマンディとベルリンですね。でユンカースどうなった、ユンカース、あーモスクワ以外全部出せますね。チュニジアでも出せるんだ、モスクワ以外ですね、チュニジアで出せるのは強いかもしれませんね。ね、まあこんな感じですかね、アクシズはね、まあ本当にちょっと初心者の方には進めづらい勢力って感じかな。あ MP18 ベルリン以外全部推奨ですね。まあ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 、まあやっぱりさっきも言ったと思うんですけど、やっぱりティア1のね武器や兵器くらいはノルマンディ推奨は外してほしいなっていうのがありますね。ね、ノルマンディ推奨な厳しいと思うんだよな。あそうパンツァーファースト、あのモスクワキャンペーンで出せます、はい。やったぜ、はい、パンツァーファーストモスクワキャンペーン出せます。ただしオーフェンローはさすがにね出せないっぽいですね。ね、まあこんな感じなのが、まあ、アクシズでした。じゃあ次日本ですね。まあ日本に関してはね、もう良くも悪くもまあ太平洋だけですからね、まあ現状とそんなに変わらないですね、環境的にはね。
で、ただですね、ちょっと面白い報告が結構ね上がってまして、こう三式中戦車チヌなんですけども、なんかやたら強いらしいです。そう、あのシャーマン A2 のね正面走行なんかビシバシ抜けるらしいんですよ。おお、ですね。で、しかもですね、あの珍しいケースかもしれないんですけれども、ある方がですねスクリーンショットと一緒に報告出したんですけれども、なんとですねその人ね、あのジャンボ乗ってたら正面走行抜かれたっていう、そうチヌに正面走行抜かれてワンパンされたんだけどみたいな、そうスクリーンショットと同時に、ね、報告上げてる人もいましたね。まあ多分ね機関銃部分をね抜かれたんだと思うんですけども、それでもねやっぱりあの 75mm の APH 持ちなんでね、ワンパンできるんですよ。いいじゃないですか、いいじゃないですかね。ワンチャン特攻弾持ちかもしれませんけれども、まあまあまあ結構期待できそうなのがな、そんな感じの三式中戦車チヌですね。でもう一つ、このショートガンですね、チハタンの方でもちょっとねこれバグかもしれないっていう形で報告してた人もいたんですけれども、なんとですねこの 120mm 榴弾なんですけれども、あのシャーマン戦車の装甲を貫徹できないにしてもですよ、にしてもなんとですね装甲を貫徹しないままに搭乗員にダメージを与えることができたそうです。はい、まあバグの匂いがしますけどね、なんか期待しちゃいますね。ね、搭乗員にダメージ重ねて、まあ、キルするみたいなことができるのかもしれません。まあ十中八九バグだとは思うんですけどね、まあなんか期待しちゃいますね、そんな感じでね、うん。であと最後なんですけども、水星ですね。あのこの前ですね、あの私の方でもちょっとどうなのよって言ったんですけれども、あの500キロ爆弾がこんな感じで通常爆弾の方に直されてます。そう、鉄鋼爆弾が、通常爆弾ですね。ちゃんと通常爆弾の方に直されてますね。いいですね、いいと思いますね、うん。はい、というわけで、まあ、今回はねこんな感じでテストサーバーの方に実装されました新しいマッチメイキングシステムの方を確認しました。でもう一度念のために言っておくんですけども、今回紹介した内容というのは今後修正される可能性が大きい部分を含んでいますね。まあということなので、まあ、そういった修正版が出てからが、まあ、本番なのかなってね、評価するべきなのかなって思うところはありますね、うん。でその修正に関しても、あの公式の方からあのプレイヤーのフィードバックが非常に重要であるというふうに発表されていますので、今回のテストサーバーの内容がちょっとどうなのよって思う人とかは、あの、うん、公式の方にそういったフィードバックを寄せたらいいと思いますね、うん。まあ、というわけで今回は、まあ、修正前の暫定版ながらもテストサーバーの内容を確認してみる回です。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらですね、チャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それでは四季島でした。